温暖つきました。でも、ね、両平がね待ち構えてるんで出てみます。はい、お疲れ様です。何をしてんすか君は。いや、今日あの今日ね本当は撮影だったじゃないですか。はい、僕らの天敵雨です。まあ梅雨だからなしょうがないやな。そう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 、こんないるか。いやでも普通僕の撮影とかバレー練習試合行くと大体このぐらい持ってくるんですよ。へえ、せっかくだからカバンの中身を見せてもらおうかな。了解です、よろしく。はい、ボディバッグをちょっと先輩からもらいまして、でこの中は本当にお財布とかボディシートとかお財布とかが入ってます。ちなみにさ財布の中身はそんな入ってない。今日撮影日両平いくら持ってきてるか。めっちゃ無理。いや今日この後ご飯行くから持ってきてるだけです。金持ちやな。ちょっといろいろ5万とか入ってた。5万は入ってない、1万。これはボディシートか、膝カイドあれも入ってるけど、ボディシートお土産でも入ってるの。違う違う違う、あのシブリーズ、シブリーズねとかが入ってて、まああとは痛み止めとかですかね欠かせないで、ここに普段はあとはペットボトルの水を1個入れて、ここも入る大きさなんで、で、試合前運転終わって着いたらそこ飲むみたいなので、これは小さいんでね、助手席とかにもポンって置けるんでやってたりとか、あとはちょうどいいスペースなんで切ってあるテーピングを入れて、これ肩に巻いたりとか肘に、巻いたりとか手首巻いたりとかっていうのをしてます。なんで次はもうちょっと大きいのに行っちゃうんですけど、これちょっと出てたんですけど普段バッグの中に入ってる、あの何これ100均で買いましたチューブス、こうやってこうやったりとかして、まあ、試合前最近まあピッチャーキャッチャーなんで肩使うんで。見たことないです。ピッチャーはあんじゃん。見たことないです。ピッチャーはあんでしょ。やってんの見たことないです。あ、これ僕2試合目とかなんですよ基本的に。で翔平さん出てるうちに外野とか外走りながらこうやってやったりとか。走りながらなんか やめろそれは言うな不適されてだけは言うなそれ。やめろってか、なんで分かってんだよまず上はこれちょっとあの某江頭くんに、江頭くんに肉おすすめされて買った、一応日焼け止めスプレーって書いてあるんですけど、なんかファイテンのメタックスが入ったっていうスプレーで、なんかこっちにも痛み止めがあったりとか。汚ねマジで。最近ちょっと僕が使ってるのがこれですね。何か何これ。コルクです。コルクどうしてんのこれ。いや僕お酒よく飲むんですけど、コルクってあのシャンパンのコルクってメジャーリーガーの選手がアイブラックとして使ってるんですよ。どうせ飲んで捨てるんだったらもったいないと思ってちょっと試してやってみてるっていうような、こうやってライターでピーって炙って、今はつけてないんであれですけど火パワーってつくんですよ。でそれをプッ消すと塗ると黒くなるんですよ。へー、パドレスのタティスジュニアとか、あのソフトバンクの栗原選手、まあ、栗原選手タティスジュニアに憧れてですけど T でやってるじゃないですか。でまあそれっぽくちょっとやってみたんですよ。こうやって効かねえだろうと、どうせ暗いから、あどうせ暗くなったところで変わんねえだろうと思ってやってみたんですけど、曇りの試合でやったんですよ。逆に全然見えなくなりましたなんで結局意外と効果あるかもしれないです、アイブラックって。僕なんか目弱いのでサングラスしてるんですけど、こういうのもちょっと試していこうかなと思います。はい、ちょっとこちらを新しく購入しました。どちらも水のプロです。でこっちがモーションワーク、ここの動きが滑らかになってるやつで、これシリコンが入ってるパワーワークのダブルベルトバージョンですね、商品となっております。で最近ちょっと、スプレー使うようになったんでバッテが結構すぐパリパリになっちゃうっていうので、まあ、ちょっと多めに一時に2つ買いましたっていうのと、ちょっと白ハマってるんで白多めのものを購入しようと思って買いました。まあ夏なんでやっぱ海行きたいね。着替えも結構大量に入ってますね。アンダーシャツだけで1 63枚やっけ。そんなねしまう場所がない。そうするともういいよ。はい、まあ、何枚かなっていう、まあ4枚ぐらいかな大体。やっぱ着替え多く必要になってくるんで、やめさんありがとうございますやっぱ夏には必要ですよね。タオル雑巾じゃんこれ。違うんですよ、これ価格安く声優で買いました。そうか、なんでちょっと
皆さんも暑いんでね、これから湿気とかもあるんで、着替えとか絶対持ってってください。熱中症になっちゃうんで、もうすでに暑くなってきてるんですけどなんでちょっとね、こうやって雨の日でもないと綺麗な状態で見させられないんで、いつも大体ぐちゃぐちゃになって試合が終わっちゃってるんで、まあたまにはこういう機会もいいのかなと思います。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。まぶしい。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに最後やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんないん で、まあ、いんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。まあ、マジで OK。 しゃがんでさ、しゃがんでカバンゴソゴソしてる風な、あ、そうそう、あ、その状態で、こっち見て、帽子上げて、ちょっとこう、もっこう、漁ってる風な感じでこっち向いて、こういう感じ。それやすい。